松明は、日本の女優、政治家。元宝塚歌劇団花組トップスター。本名、西川玲子。旧姓、松本。参議院議員、経済産業副大臣、公明党副代表、参議院総務委員会常任委員長、政治倫理審査会幹部役員などを歴任した。夫は、元新新党衆議院議員の西川友夫で、娘が一人いる。 左からは二渕洋子、松明、大田昭弘、中日アメリカ合衆国大使、シーファー、浜四つ敏子、丸屋香織1964年、横浜双葉学園1年終了時に、宝塚音楽学校に合格し、高校を中退して、宝塚音楽学校に入学。1966年、宝塚歌劇団に入団、月組公演日本の式、ファンタジアで、 初舞台を踏む。同期に、瀬戸内部八、麻生薫らがいる。入団時の成績は51人中37位。同年12月4日、星組配属。後に、花組へ組み替え。1974年、高二式対談後同期の瀬戸内と共に、アンナ・アツシへの繋ぎとして花組主演男役を務めた後、アンナ・春菜百合トップ時代の二番手として活躍。 1978年、アンナの対談に伴い、遥かなる、ドナウ、エコーズで、再び花組トップスターに就任。相手役には、当初、上原まり、北原千ことが歴任し、1979年により、みゆ花代、1981年により、若葉ひろみが務め、また、1980年からは、純密きとの二人、トップ体制を挟み活躍。 1982年12月6日をもって宝塚歌劇団を退団。なお、退団公演、夜明けの序曲は文化庁芸術祭大賞を受賞した。退団後は舞台やテレビドラマなど女優業を中心に活動。1995年7月、第17回参議院議員通常選挙にて、新進党から神奈川県選挙区に立候補し、初当選した。 同期当選に元花組組長の田島組がいた。なお、政界進出を機に芸能活動は休止状態となった。1996年10月、夫の西川智夫が新進党から第41回衆議院議員総選挙に立候補し、落下参候補ながら当選を果たす。しかし、4年後の2000年に西川は改革クラブから立候補し、落選。 2001年3月22日、国会審議にて、江本マサルの著書、水は語るウォーター、It、tells ットテルズアスプレシャスシングスを肯定的に取り上げて、教育の重要性を訴えたため、ビリーバーとして話題となる。2001年7月、第19回参議院議員通常選挙にて、公明党から立候補し、再選を果たす。2003年、参議院行政監視委員会にて、 委員長に就任。また、第1次、小泉内閣にて、経済産業大臣政務官に、第3次、小泉改造内閣にて、経済産業副大臣に任命された。2007年7月、第21回参議院議員通常選挙に、公明党から立候補するが、自由民主党から立候補した、小林敦氏に敗れ時点で落選。 しかし、当選した小林の秘書らが日当買収容疑で逮捕され、有罪となり、小林が参議院議員を辞職したため、公職選挙法の規定に基づき松が繰り上げ当選を果たした。2012年8月、翌年の参議院選挙には出馬せず、政界から引退することを表明。2013年8月、公明党顧問に就任し、2016年9月まで務めた。 古文在任中の2014年に、古ス・宝塚歌劇団100周年記念で創設された、宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として、伝道入りを果たした。2018年春の叙勲で、朝日、重光明を受賞。初舞台、星組時代参考文献、歌劇1982年11月 P92 から93、花組時代参考文献。 過激1982年11月 P94 から95花組トップ時代参考文献過激1982年11月 P95 から96星組賞新人賞努力賞新人賞演技賞参考文献過激1982年11月 P92 から95ありがとうございます